イミジシャックはインターネット上の画像ホスティングサイト、購読サービスも行っているが、収入の大半はホスティングしている無料画像の内容に即した広告から得ていたが、現在は 20US ドル、年の完全有料制。2007年9月25日時点でイミジシャック、アスのアレクサランキングは上位40位以内だった。ニールセン、ニトレイティングスによれば、 2006年7月時点で4番目に成長が著しいウェブブランドとされていた。このサイトは2003年11月に登場し、よく知られるようになっていった。メインページにはファイル選択フィールドがあり、ユーザーがアップロードする画像ファイルを選択することができる。画像ファイルフォーマットは JPEG、PNG、GIF、TIFF、BMP、 SWF のいずれかでファイルは5メガバイト以下でなければならない。BMP よび TIFF をアップロードすると自動的に PNG に変換される。ファイルをアップロードするとユーザーはアップロードした画像への URL を様々に表現したものが並んでいるページにリダイレクトされる。それら URL は HTML や b b コードの断片であり他のウェブサイトや掲示板で リンクとして利用できる。それら URL は公開されることはなく、ユーザー本人とユーザー本人が URL を提示した人だけがファイルのある場所を知っていることになる。2008年中頃、イメージシャックは広告を表示しない画像への自家リンクを隠蔽することを試みたが、ユーザーから不評だったため諦めた。画像の内容やそれをアップロードしたユーザーがサービス規約に違反しない限り、 画像はイメージシャック上で無制限に格納され続ける。画像へのアクセスが1時間に300メガバイトを超える、帯域幅を使うようになると一時的にアクセスが制限される。1年間に一度もアクセスされなかった画像は削除される。ユーザーが自分のアップロードした画像を一覧したり削除したりするには無料の登録サービスを利用する。イメージシャックのトレントサービスは ビットトレントを Web インターフェース経由でサーバー側で提供するものである。トレントファイルはイメージジャックのサーバーにダウンロードされ、自動的にシードされ、30日間保持される。利用すると HTTP のダウンロードリンクが提供される。無料の登録ユーザーでも利用できるが、購読ユーザーの使用する量を差し引いた分だけが利用可能となっている。 イミジジャックにある画像がアンティーセックのマニフェストに置き換えられる事件が発生した。2009年7月10日午後7時34分へ、アンティーセックムーブメントがイミジジャックサービスにハッキングを行った。この運動はセキュリティにおけるエクスプロイトの公開を止めさせることを目的としている。このグループはイミジジャックでの画像表示の制御方法を獲得し、 イメージシャック上の全画像をアンティーセックのマニフェストにリダイレクトした。そこにはノーイメージズはハームのインザメイキングオブディスイメージというメッセージがあり、イメージシャックの画像は損なわれていないことを示唆していた。同日の午後9時、機能は正常に復元された。イメージシャックはユーザーデータには全く損傷がないことを発表した。しかし、 画像が元に戻っていないというユーザーも何人かいる。2009年8月24日、コロンビア政府はインターネット、サノ計画の一環としてイメージシャックをブロックした。ありがとうございます。